私は草食動物である羊を先祖に持つ生粋の羊女子である。ミツジさん、お疲れ様です。うん、お疲れ。羊はその性質として協調性に優れ、温和で従順。ミツジさんに挨拶しちゃった。そして時に無防備と言われている。うわー、やらかした。うっかりとはいえ下着を見せるなんて、もはやセクハラ以外の何者でもない。なんという粗骨者なんだ私は。しかも見てませんから。部下にあんな気遣いまでさせて、羊にも程があるぞ。あんまり気にしていたら向こうも気まずいだろう。ここは早急に切り替えねば。それに何よりも狼には特に毅然とした態度を取らねばならない。あ、ミツジさん、ここにいらしたんですね。なぜなら今回の狼も早いとこ追い出しましょう。ここ企画部商品企画課は通称狼絶対殺すかなどと呼ばれ、羊たちは皆、私たち狼と一緒になんて安心して働けません。今までうちに来た狼全員漏れなく最悪だったじゃないですか。全員噛みつきセクハラで移動ですよ。今度来た狼も同じに決まってます。そうだそうだ、狼に対して殺意バリ高なのである。確かに私たちにとって狼は良き同僚とは言い難いと思うが、ちょっと性急すぎやしないか。大神くんは配属されたばかりだし、今のところ特に問題はない。確かにエレベーター羊満員作戦でも奴は冷静だったわね。意外と理性レベルは高いのかも。えっていうか、なんで羊ばっかのうちの家によりによって狼なんか。人事殺す。ちょっと待て、作戦ってなんだ。え、もちろんわざと噛みつかせて一発退場させる作戦ですが。そんな危険な作戦が進行してたのか。噛みつかれるって君たちの負担が大きすぎるでしょ。何やってんの。もう少し自分を大事に。ギューン。ん、ミツジさんがそうおっしゃるなら少しは控えます。ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。